このところ、県外ナンバーの車に乗った客の店舗利用をめぐって、トラブルが多発しているようです。記事の見出しは、なにわナンバーの車、コンビニに停めたら、オーナー、県外の車は出て行ってくれ。ここからは、読売新聞からの引用になります。首都圏や関西圏などで新型コロナウイルスの感染者が急増し、石川県内でも感染拡大への警戒感が強まっている。そんな中、金沢市内のコンビニ店では16日、県外ナンバーの車に乗った客の店舗利用をめぐってトラブルが起きた。同日午前1時ごろ、富山県高岡市の大学教員の男性、52歳、が、なにわナンバーの車に乗って駐車場に停めていたところ、コンビニ店の男性オーナーから、県外ナンバーは出て行ってくれ。お客から苦情が来る。と退去するよう促されたという。読売新聞の取材に対し、オーナーは、時期も時期なので、東京や大阪から人が来ると不安だ。他のお客さんも心配すると思い、店のオーナーとして遠慮してほしいと言った、と説明している。男性教員は、国の観光キャンペーンがもうすぐ始まり、人の移動も増えるだろう。県外ナンバーというだけで差別されるのはおかしい、と話している。では、ネットの声の一部を紹介しますね。さあ、行くぞ！私は県外ナンバー見てもここまでの拒否反応は出ないな。店主は意識しすぎだ。コンビニで売ってる品物のほとんどが県外ナンバーのトラックが運んできてくれてるんだよ。県内にも感染者は絶対いるんだろうし。そうですね。確かに、意識過剰ですね。ここまでやっちゃうと、商売できなくなりますよ。次の方、過剰反応するのもわからなくもないがこれはやりすぎ。二度と行きたくない、と思われても仕方ない。他の方もコメントをしているが、他府県ナンバーなだけで県内在住者の場合もある。他にも他府県ナンバーなだけで県内勤務者の場合だってある。行き過ぎた反応は批判の元になる。そうなんですね。それをやってしまうと、お客さんが店に来なくなってしまって、ますます自分の首を絞める羽目になっちゃいます。結論。他府県ナンバーなだけで店を利用できないならばそもそも商売にならないし、その地域にも悪い印象を与えるのでお客さんを差別するようなことは絶対にやめてほしいですね。本日もご視聴、ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。